のかな？きっと、怒ってるのよ。私たちが、優しくしすぎたから。はい、不意打ち、一回ずつで、おあいこね。条件は、同じ。遠慮はいらないから、手加減抜きでかかってきなさい。ね。めちゃくちゃいいなぁ。こうなったら、もう一度息の根を止めてあげる。あ、霊夢、ちゃっとビビってる。うるさい、死んだら死んだで、あの世でダラダラお酒でも飲んでるわよ。何にも怖くない。トラウマ克服。ねえ、もう行っていい？はい、門番がやられるまでよく我慢されました。どうぞごゆっくりお楽しみください。なかなかできるわね。こんなにも隙が赤いから本気で殺すわよ。私、やっぱり強かった。ルミナー、お姉ちゃんだけ霊夢と遊んで。妖精なんか、やだ。よけんなー。キンキ、カゴネカゴネ。キュッとして、ドカーン。キュッとして、キュッとしてドカン。わははははは、愚かな妖怪どもよ、現場上はと滅びるわよい。クヤドゥセット、隠れい弾幕撤回。まだまだやるぞー。ちょっとお仕置きしてくる。ロイヤルフレア。
パッチェさんったら、本気出しちゃって。大人げないんだから。あの不意打ちがなければ、あたいが勝ってたのに。ずるいや。あなたたちのせいで、ここら辺一帯が壊滅状態よ。パッチェさんが、とどめ刺しましたよね。バッチュリー。手加減してくれて、ありがとう。こいつらはともかく、私はまともに食らったら本当に死んでたわ。何よ、急に素直になって。割と全力で戦えたから満足した。今日はハッチュリー様の取り勝ちですね。まあ今回はこいつに教えられたよ。強さに種族の壁なんかない。今日は負けたけど、私はまだまだ強くなれる。あたいが最強だけどね。化け物が何か言ってますよ。あれでも人間だもの。妖怪と戦うのは大変なのよ。それでどうして急に真剣勝負なんて言い出したの。だって隠れ稲巫として生まれたからには、一度は本気で妖怪をぶっ殺してみたいと思うじゃない。迷惑だわ。私たちは大歓迎だよ。この高魔館には命のやり取りもできない腰抜けなんていないわ。危ないからもうやめなさい。バーカ。別に怖くないもん。本当は子供扱いされてるのが恥ずかしくなっただけじゃないかしら。そんなんじゃないもん。妖怪どもが本気で牙を剥いた時に備えて、私はおーい、レーム、意地悪してごめんね。あいつら、私はもうヘトヘトだってのに。言ってあげなさい。やっぱりこうなるよね。おう、二人とも死ねばいいのに。戦いはこれからだ。ああすると、お肉が柔らかくなって食べやすくなるんだよ。さすがゆかり様はお料理が上手ですね。そろそろ止めてあげようかね。まあまあ、一緒にお酒でもどう。止めます。いや、命のやり取りがどうとか言ったばかりだし。霊夢、頑張れー。ちゅーのちゃーん。大ちゃん、あたい、本物の最強になれたよ。もうやめて。そんなにしたら、おいしくなくなる。ある。よく見ておきなさい。この幻想郷は弱肉強食。隠れの巫女を食おうと思ったら、あのくらい強くなきゃダメなので。ならばマリサを食べるのか。いやー、やれるものならやってみなさい。地底追放。